そして本日のオープニングセレモニーには4つのエンターテイメント、ユニバーサルクールジャパン2016匿名大使のキャリーポミポミです。よろしくお願いします。日本を代表して世界に誇るエンターテインメントの世界観がユニバーサルスタジオジャパンのスケールのクオリティでどのように表現されるかとっても楽しみにしていました。ユニバーサルクールジャパンが持つ素晴らしい理念に共感しています。この新たなイベントを世界中の方々に知っていただけるように私自身も盛り上げていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ユニバーサルクールジャパン2016